はい。じゃあですね、久々にやります。ちょっと土曜日できなかったんで、やっていきます。はい。サバイバル。ということで、前回ね、鉄を生成しました。で、鉄を使って作っていきましょう。って言って終わったんですが、下見ていただければわかるんですけど、作ったんですよ。素材あったんです。動画の。7作って、前回の7、7を作って、安心して、消しちゃいました。素材。まあそんな言うほどね、もうこの辺作ったぐらいのもんなんで、そんなになかったです。ということでございますね。で、鉄インゴットはまだ15個余ってますね。で、何作ったかというと、鉄のつるはし2つとバケツを2つ。で、ぐらいのものですね。そんだけです。ということで、今回バケツの、便利な使い方、やってみましょう。まずですね、バケツは、もちろんながら、水を汲むものなんですよね。そういうことで、ちょっと水汲んでいきましょう。で、水をこうやってね、取りに行くのにすっげえ時間かかるんで、水、水源をね、近くにあったらいいよねっていうところになります。あと畑作るにもね、やっぱ水がいるんですよ。ということで、ここ、バケツ持って、スッてやると、水が入ります。もう一丁。はい、これで二つ、吸い上げました。で、戻りましょう。戻ってきました。でね、この辺ね、畑作りたいんですということなので、ちょっと邪魔でもね、畑作っていきたいので、この辺でね、水路をね、作っておきたいわけですね。お邪魔しましょうか。水路、バケツの水を流しますと、そこを中心に、確か7マスだっけかな、なんかこう水が流れてきます。で、水があるところについては一応水として認識してくれるので、このままでもいいんですけども、ちょっとまあ見た目ね、見た目微妙ですよねって言ってる間に夕方なので寝ましょうかね。はい、おはようございます。ということで、もうちょっと水ね、やっていきましょう。で、水、をね、流れてるわけなんですけど、今置いた水源、ここが水源なんですけど、ここから、一マス、二マス置いたここ。ここにもう一個水源を置くと、はい、ここに新たに水源できました。こっちにプラス7マスいきます。で、ここにも水源ありましたってことになるんで、真ん中、ちょっとまあ1段下がった感じになるのかなと思いきや、流れて流れての、ここも、ここが無限水源になります。取っても減らない。取っても減らない。こういうことを繰り返してってことですね。今ここが水源だから、1個飛ばして、ここ。してここ、はい、でやることで、あの、ここ変なんだ、ここ無限水源あるけど、なんか変な感じです。ああ、しまった、水源取っちゃったんですね。水源は取ったらダメです。ちゃんとこの無限水源のところを取らないとダメだということですね。なので、水路に使っちゃうとよくわかんなくなるので、これは水路は水路にして、もう一個別で作っとくんですね。3マス開けて、水、無限水路を取って、水、間違えた。はい、じゃ作っておいて、もうここだよと。こ
ここだよというふうにしとけば間違いない、ここね、ま、間違えてから取っちゃうといけないので蓋しとけばバレた。これでもね、ここしか取らないから完璧じゃないですかね。でここに畑を作りましょうということになりますね。ちなみにここちょっとね変な出っ張りになっちゃってるから、ね、ちょっとついでに鉄のつるはしの威力を見ていただきましょう。ほら、はい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 、これでね鉄の、ね、採掘速度は上がりますね。なんなら畑にしましょう。畑で畑にはこの種を植えます。畑するには、桑で耕さなきゃいけないんだけど、桑の種を作りましょう。なんていうのはね、別に、決してありじゃなくて、木で作りましょう。できました。木の桑で、耕せます。耕しても水がないところでは乾いていっちゃって普通のものに戻るんですね。こういうところで、じゃあどうするかっていうと、まあ水源、水を置くわけです。で水を置いて水から4マス分、お、芋出た、ラッキー。水から4マスは、水の効果が広がりますね。ここまでは、畑のままになります。ここは5マス目なので、まあ、見ていただければ分かりますが徐々に、ね、戻っていくはずです。ですから種を植えていきましょう。お、1個足んなかった。ほら、もうここ乾いてますね。こうやって乾いてね、またこの草に戻ってくるんですよ。まあ、それいいでしょう。でこれが徐々に育ってくると小麦になりますね。一個じゃがいもだったな。違うな、ビートルートってなんだ。初めて見た。ちょっと耕して植えてみよう。何が出るのかちょっと楽しみですね。はい、ということで今回ねざっと流してみた感じでこれ全然進まねえな俺のマイクラは、まあ、いいかな、こういうのもありですよね。畑できましたんで、はい、この畑のね行く末をちょっと楽しみにしていってください。あともう一個、そうだ、もう一個やっとこう。あ、受け取ってきた。もうね皆さんいろんなね斎藤というかねあれを見てるって知ってると思います。草いっぱい生えてますね。邪魔ですよね。これ水を置くと一気に枯れるんですよ。これ気持ちいいんだ。これが一番気持ちいいんだ。この作業一番好き。でこういうねちょっとねこれへこんだところの近くとかね水の流れが変になるんですよ。これがね嫌い。で調子乗ってやってるとね多分畑に侵食しちゃうな、まあ、ほどほどに、ね、ほらすっげー気持ち、あ、やべ、ああ、奥用席できちゃった。これね、溶岩に水を落とすと黒曜石ってなります。黒曜石は正直言ってまだいらない、折れないしすごく硬いものになるんですよ。ダイヤのツルハシがないと無理なんですね。いやどちらかというと溶岩とか使うから溶岩が欲しいなと思って、ちょっと失敗しちゃいましたね。はい、ということで今日も日が沈みますので帰ってここまでにしましょう。よし、届きました。はい、では今日は畑を作ってみましたというところで終わりたいと思います。
じゃあねー。